今日から私の家で一緒に期末テストの勉強をしましょう。え？私が大輝くんの勉強を見てあげるから。でもいいんですか？いきなり押しかけちゃっても。大丈夫よ、私一人暮らしだから。え？千鶴先輩、一人暮らし、二人っきり。大輝くん。あ、はい。あ、千鶴先輩、待たせちゃってごめんね。すぐに着替えてくるからね。あ、はい。のあ、あ、あ、し、静かにして。うん、いいことしよっか。大輝くん、大輝くん、もう大輝くんってば。あ、はい、すみません。何を妄想してるのか知らないけど帰るよ。私ん家で勉強するんでしょ。あ、はい、すみません。あ、ファーストキスだったのに大輝くんのせいで鼻水の味になっちゃった。千鶴先輩、今ファーストキスって。気づくのが遅いよバカ。あの噂はね、ずっと親友と思ってた子にばらまかれた噂だった。そう、罰として私のことを好きになった理由を述べよ。そんなことでいいんですか？まずは一目惚れです。どこから見ても僕の好みど真ん中です。初めて見た時から心臓わしづかみだったし、一見きつそうに見えるけどすごく優しいどころか、僕と違って頭もいいし、小さめの身長もつぶらな瞳も、ああ、この前作ってくれたお弁当もすごく美味しかった。やめて。スタイルもいいし、喋る声も可愛いし、癒されるし、和むし、何より見ているだけでドキドキするし、今こうして一緒に。ストップ！もう分かったから、私が悪かったから。だから、もう私に嘘つかないって約束してくれるなら、さっきの続き、してもいいよ。